ルートビヒ・フリードリ・ヒレオポルド・フォン・ゲルラッハは、プロイセン王国の政治家、将軍。プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム4世副官、オット・フォン・ビスマルクを補佐した。マシンの異名を持つ。鉄血宰相として名高いオット・フォン・ビスマルクを、見出し、彼を、政治家として育て上げた。このため、ゲルラッハは、ビスマルクが生涯で唯一、死と仰いだ人物でもある。 弟のルートビヒ・ホンゲルラッハとキリスト教、ドイツ人サークルを形成し、スイスの政治学者、カール・ルートビヒ・ハラーの加算国家論だった。兄のビルヘルムが創生したために、レオポルトは兄弟の中で政治的影響力を与える存在となる。ヨアヒム・スタールのギムナジウムに通った後、1803年から軍事アカデミーに移り、ジャンピエール・アンシオンに学ぶ。 主観候補生としていくつかの戦いに参加した後、ゲッティンゲン大学、ハイデルベルク大学、ベルリン大学で学ぶ。その中で、ザビニーの歴史法学に強い影響を受ける。1812年には、ポツダムの政府実務研修生となり、アレクサンダー・フォンデア・マルビッツと親密な抗議を結び、1813年にブリュフヘルの参謀の一人として将位に昇進する。その後、 1815年2月18日のワーテルローの戦いにおける選考により一級鉄十字章を受け、大尉に昇進し、参謀本部に入った。以後、ゲルラッハは王室敬語を任される大佐になる。彼はその傍ら、アヒム・フォン・アルニムのキリスト教的ドイツ談話会と、続いて、封建的なカール・ルート・ビヒホン・ハラーの国家の哲学のために運動に参加し、 フリードリヒビルヘルム4世の馴染みになった。1844年にゲルラッハは少々に昇進。1848年になると、ベルリン郊外のシュパンダウを守る。第一コノエ旅団長となる。1850年になると中将になり、その上公式に高級副官に任命された。1859年になると、不評代償となり、宮廷の自重部官長となる。 1845年、ゲルラッハはビスマルクを多伝集会において、乱し、政治家へと転身させる。1848年のドイツ3月革命以後、ゲルラッハはビスマルクや自定、ルートィヒなどをメンバーとした密謀者を設立するなど、政治家としての活動が活発になる。しかしその主な目的は、王権の回復とプロイセンの維持であり、 弟子にあたるビスマルクの小ドイツ主義でのドイツ統一とは大きく異なる。ゲルラッハ自身の思考では小ドイツ主義での統一を考えていたものの、当時のウィーン体制下においてはそれは不可能であった。1857年以降、フリードリヒ・ビルヘルム4世は脳卒中により言語障害と精神障害をきたし、離休に遊兵され、王帝・ビルヘルムが政務を代行するようになった。 しかし、ゲルラッハは、フリードリ・ヒビルヘルム四世に忠誠を尽くし、自重部官庁を辞めた後、離宮に部屋を移して、国王の側に居続けた。1861年1月2日、フリードリ・ヒビルヘルム四世が死去。その葬儀において、ゲルラッハは、中世の鎧をまとい、元統の1月に直立不動で王の棺の側に立ち続け、さながら中世のゲルマン騎士を思い起こさせた。 しかし、これは恒例であった、ゲルラッハの老体にはあまりに過酷な行為であった。これが原因で、ゲルラッハは、頭部単独を発症し、1861年1月10日に死去した。ゲルラッハは、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世の死の翌日に遺書を書いている。その内容は、自分が死んだら、亡き妻の墓の隣に埋めてほしいという簡素な内容であり、 巡守を覚悟した上での行動であった。ありがとうございます。